ヒロアミって誰かが彼女の肩に近づいちゃってるよ。近づくんじゃないバカ。見て、その男が室内を舐めんのか。くそ、俺なら止めに行く。俺に任せろ。誰もこの女に触れるな。俺でないと分かってんだろ。早く出て行け。お前にさらにパンチを食らわぬか。大丈夫、怪我をしたか。いいか、怪我はなかったか。あの男がお前を怪我をしめったら、俺はあの男を殺してやるよ。大丈夫、震えているんだけど。何か必要なものある？何人でも聞きつけてやるよ。そうじゃ、何か言ってよ。そうじゃ、何か言ってよ。怖がらないで、俺がここにいる。誰もお前を怪我をし、せしめんからな。みんな言って、俺たち見てるのだけやりたいよ。誰かが何と考えてるかってなんて大切のは君だけよ。どうしてこんなに良いのかな。一生お前に良いつもりがいいよ。君は大切な人だよ。家に愛してる。何がおかしいの。お前恥ずかしい。そうね。そうか。どうやら僕も君を大好きだ。踊ってみるか。いいか。みんな見てるよ。でも構わないさ。君と一緒に入れるからね。踊るは減ったんだな。何楽しくなっちゃったんだ。お前ってね、なんて美しいんだろう。でも木に触ること言っちゃったけど、お前ってめちゃめちゃバカなんじゃね。僕が今愛しいってるどんだけかきっと分かってないよね。ああ、お前はバカだ。え、なぜ残ったの。ああ、でも、あの殴り方って、意外と怖いくて。でもね、次から、そういうやめようね。大好きだよ。お前バーカ。